でもビデオカメラがあまりにも寒すぎて廃墟危険。音鳴ってる。トーンと。よろしく。これ流れ着くんだ。雪すげえな。見えねえ。やっぱビデオカメラのバッテリー早いっすね、ヘビね。ロリさん、ここダム？ドム？ダム、ダム、ドムじゃないっすよ。ダム？ダム。本当に？うん。これダム。ダムって感じがするな。ちっちゃいダムですよ、だから。うん。凍ってる。ほら。見えないけど。なんかまたサプリができた。ちょっとでしょ？ねえ、別だ。寒い。ドム。ドムは、ドムかっこいいよ。ねえ。ガンダムのドム。間違ってだけじゃん。みんなに煽られちゃった。笑わないでくれよ。今ガムって言おうとしたんでしょ。違う、ガムじゃないですか。ブルーだな。ダムって言おうとしてドムって言ってた。ドムってね。田舎者だもんね。いや、俺あのガンダムのドムかと思った。いや、すごいね。でもほら、水がある。うん、ねえ、総帥さんの、うん、ほら、なんか、運用バイトの、うん、いや、同じですよ。1万1000、ラーメンよりいいでしょ、うん、ラーメンさんはあれ、ルーメンをラーメンって言ったんだよ、誰が総帥さん。マジ、それは、まあ、あるけどね、うん、うん、僕も田舎、僕も田舎のんですけどね、京都だし、すべて凍ってんだもん、だって、うん、寒っ。なんか音鳴ってない。何ここ、ちょっと、うわ、見える、高っ、子供だ。ダメ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 、サーミ、ちょっと手袋していい？写真撮っていいか、写真撮ろうかな。手袋の上になんか車来たな。ピントが合わねえんだな。難しいんだよ、これで時間。本当ピント合わなくなっちゃう。本当綺麗に撮れねえんだよな。あ、でもね、さ、どうなんだ、さっきの方が寒かったかな。風はあるけど、少しね、まあ、ちょっと iPhone 戻っとくか。あ、電波薄いよ。今1本だよ。うん、ケツ。今写真撮ってるからわからない。今1本。うん。今ね、1本だった。ちょっと1本だ。こっちはダメっぽいな。一本っぽい。まあ大丈夫よ、電波。寒い。はい、お疲れ様、さくらさんね。バケタンさっき言ったんだけど緑だった。あ、これ赤だ。違うかな。こんばんは、エスイさんね、見えてる。緑だ。あ、もうバッテリーねえわ、ビデオカメラ。やべやべ。ビデオカメラのバッテリーがね、補充しなきゃなんだ。もう警告鳴ってる。早えわ、ヘリが。寒いから。ん？ねえ。お、音鳴った。音鳴った。鳴った。音鳴った。音鳴った。音鳴った。ちょっと、ね、バッテリー変えていいですか？ちょっとビデオカメラの。
はい、さあこんばんは、お疲れ様。あともね、今日もラストになってますけど、ここはね、まあそのね、さっきの橋の音で降りた人がここに流れ着くというダムですね。聞こえなかった？寒い。ここが一番寒いな。ここ寒いっすよ、ここ、うん、今ケツ、今ケツする。ちょっとバッテリー変えていい？うん、ちょっとバッテリー変えていい？ひでくん、ほら、トントンって言ってるじゃん、ほら、ね、ほら、さっき、だからさっきトントンって、だからさっきほら聞こえた今車の中でトントンってなったんだよ、うん、トントンって今言ったでしょ、そこ、うん、トントンって今来なかった？トントンってね、うん、言ってた、言ったよ、ほら、言ってる。こんにちは、はい、こんにちは、ハロー、サンキュー、くるくる、そう、ほら、ほら、はい、こんばんは、何、ナイスミーチュー。これ風のせいじゃないですよね、うん、うん、聞こえたでしょ、うん、います、はい、いる。何人？一人、一人ね。よろしくお願いします。今日初めて来ました、心霊代表のドルドルです。よろしくお願いします。幽霊さん、同じ子供の K2 です、うん、いや、雨降ってないよ、雪も。ああ、お一人様みたいですね。男の人ですか、女の人？あ、女の人、うん、あ、女の人みたい。女の人もいる。若いかな、20歳ぐらいかな。女の人18歳、17歳、21歳、22、女の人だね。23、24、25、こんばんは、ゆくさん。26歳、違う、27、28、30代、違う、40代、違う、50代、60代、70代、80代、90代、100代、そんないく？110歳、120、いかないか。いかないね。5歳、10歳、10歳、あ、10歳、10歳か。10歳だって。うん、じゃあまだちっちゃいんだね、ほんとね。寒いでしょ、寒くない？大丈夫？うん、マイナス今4度。あ、カメラさんどうも、あ、どうも、あ、寒いよね、寒いよね、寒い、今カメラさん今幽霊、あの、うん、10歳の女の子と話してます、うんうん、寒いよね、ありがとうございます、トムスパちゃんね、どうも、うん、寒いよね、あ、寒いね、あの、家帰って早くね、あの、うん、温まったのがいいよ、凍っちゃうからね、ね、うん、大丈夫、うん、うん、大丈夫、そうね、気をつけて帰んな、うん、ね、夜ね、暗いから、うん、うん、そう、10歳の女の子が来てくれました。10歳の女の子が来てくれてるからね。ね、ちょっともう家帰ったのが遅いからね、うん、もう11時だからね。うん、そうね、うん、そう、うん。すごいね、このガチであの、あの、トントンと叩いて教えてくれる、うん、ね。でも、バケダン反応する、10歳だし、うん。うん。10歳の女の子。10歳の女の子。今日ゲストで出演してくれました。ね、でも、バケダンは？バケダンは？何色でしょう。ね、寒いでしょ。寒くない？寒いよね、うん、寒いって、ね、そうだね、ね、早く夏来るといい ね、 ね、ブルーじゃね、ブルーじゃねえ、緑だった。寒い、本当に、ね、風邪ひかないよね、風邪ひかないよね、本当寒いから、ね、はい、トムさんこんばんは、ね、そう、10歳の女の子が今いるみたいでね、そこでね、反応してくれてますね、うん、うん、ね、嬉しい、そう、そっか、そう、女の子、うん、寒いよね、ほんとね、寒いよね、悪いじゃないよね、ね、女の子がね、うん、寒いって言ってるもん、ね、反応してくれるじゃん、10歳の女の子、うん、みんな見たでしょ、今トントンって叩いてくれてるでしょ、うん、うん、今だって会話してたでしょ、今ね、会話してたよね、してたよね、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 いますよね、10歳って言ったんだもんね、言った言った、うん、だって反応しなかったじゃん、トンって、うん、うん、来週から、そうね、うん、おさん、こんばんは、ね、寒いよね、女の子ね、大丈夫、寒くない、寒いよね、寒いね、寒いね、うん、ね、冬だから寒いんだよね、うん、会話してるよね、ね、おこた入りたいよね、うん、うん、そうか、やっぱそうだよね、そうだね、やっぱりね、うん、うん、そう、
変な会話、変な会話じゃないよね、うん、変な会話じゃないよ、普通に返事してくれてるからいい子だよ、うん、ね、うん、気をつけてかいんだよ、ね、気をつけてかいんだよ、湯川さん、ね、長野県わかった、ね、寒いからね、うん、そう返事してくれるのね、すごいよね、うん、いや俺霊能者、え、うん、霊能者、あ、本当、ありがとうございます。おお、すごいよ、うんうん。サービスいいね。サービスね。僕、金持ちになるかな？ダメか。ダメか。変わらない？一生。貧乏のままかな。宝くじ当たるかな？できれば宝くじ一等当たりたいんだよな。そうすると、ほら、うん、いろんなね、あの、うん、皆さんにこうやってあげたいなって思うんですけど。ダメか。宝くじ当たったらまた来るよ。うん。うん、ケツの方はね、え俺は来ないですけど、なんでなんでって言われても、俺、俺に来なきゃダメじゃん、あらった、自分で言ったじゃないですか、そうそう、ね、聞こえたでしょ、聞こえたでしょ、返答してくれてんの、うん、今10歳の女の子が、ね、うん、特別ゲストで出てくれてます、うん、ご機嫌ようってね、はい、俺ね、もし買って当たったら俺に来るよ、うん、本当ですか、うん、でもその時、うん、でも当たんない、反応してくれなかった、うん、でもドルさん、うん、その時、うん、車運転してくれないと、いや、僕は分かんない、ダメだよ、ほらほらほら、もしもし亀よ亀さんよ、知らないか、世界のうちでお前ほど、通りゃんせ通りゃんせ、知ってる、ここはどこの細道じゃ、知らないか、赤い靴って知ってます、知らないか、ね、分かんないかな、ごめんね、寒い中ね、ご苦労様です、赤い靴、寒いよね、履いてた、喜んでるでしょ、なかなかないよ、このガードレールで反応してくれるのが、うん、ね、なんでここにいるの女の子、うん、あ、そうだね、うん、じゃあ、あ、西村さんこんばんは、赤い靴もう一回行こうかな、いや、ダメみたいですよ、赤い靴は履いてた、うん、女、もう何年ぐらいここにいるの、5年、1年、2年、3年、4年、6年、7年、8年、横浜の9、10、勝谷さんこんばんは、ですね、11年、20年、30年、いねえか、寒いな、そう、いや、なんかね、反応してくれるんだよ、すごい、そこにいるの確かだ、多分、うん、言ってくれてみたい、なんか不思議だね、でもね、不思議だよね、うん、なかなかそういうのないんだけどね、ね。うん、いや、ほんと寒いよね、ここダムだしね、ありがとうね、まあ、こっちの方もちょっと見て、まあ、ちょっとバッテリーいけそうだな、なんかギリギリ、うん、いや、なんかね、反応してくれたね、声聞こえない、でもここも草がボーボーだよ、うん、だから奥の方は電波悪いね、うん、あっちはねギリギリなんだね、電波がね、見てると、うん、今2本だもん、ギリギリラインだよ、本当に自分のは、どこの電波もらってるところのやつは1本、うん、1本でしょ、うん、多分電波ギリギリのラインだと思う、ここ、うん、ブルーブルーでした、寒いね、ほんとね、ってことで今何分、うん、もう90分ってことは31分だ、そろそろだろ、そうだ ね、 ね、じゃあ皆さんね、僕の方もそろそろねだと思いますので、この後ね多分12時過ぎぐらいからソースさんが、うん、やってくれそうです、うん、はいはい、大丈夫、うん、あそこいない、はい、ありがとうございます、どうもね、はい、うん、ご機嫌の、うん、22時いや22時今22時32分あれ、まだ22時なの、うん、あ、2時、あ、10時、俺11時半だと思ってた、やべやべ、11時半でももうちょっといいか、うん、うん、そうすると朝までですよね、草むら、うん、
でもなんか不思議だね、あそこね。うん、いや、ちょっと寒いな。待って、ちょっと手袋していい？ほんと寒いよ。いや、ほんと寒い。うん、え、朝までやらないよ俺は。もう3時間しか寝てんから眠たいもん。明日は4カ所ぐらい、ちょっと移動距離がちょっとあるから。でも明日もかなり怖いところね、一応行くとこは。うん、豚しゃくり。うん、いい寒い中ね、こちらこそありがとうございます。いやでも不思議だな、あそこにいるのかね、やっぱね。なんかね、あ、首絞められてる。やべ、カメラが首絞めてる。てか、ちょっとここで写真撮ろうかな。ここで写真撮りたいな。もしかしたらいるかも。なんかカメラがな。もしかしたら映るかもしれないね。どうかな。あ、そうか、さっきの音だ。じゃあ写真撮ろうかな。女の子出てくんねえかな。あ、なんか映ってるかな。映ってはねえな。あ、言ってんねえ。言ってる。言ってる、まだ。ちょっとなんか言ってるっぽいね。言ってる。あんな、しかし、本当に。アスパチ、ありがとうございます。レイシマさん、すいません。どうもありがとうございます。これ、押しちゃったボタン。え、何のボタン？センサー。センサー？あ、いや、車の。あ、車の。はい、押しちゃった。ね、うん。やばい。いや、また鳴ってる。もしもしじゃないのかな。どっかなってんの、風なのかな、いるのかな。右にいる、この辺。セキュリティ、ちょっとひな祭り見たからな。明かりを見てましょう、ほんろり。これかな、左にいる、左。風じゃねえの、風が鳴ってんじゃない。風だね、多分。うん、多分風で言ってんじゃないかな、多分。うん、まあ、会話になってたけど、さっき。ね、会話だったよね、うん、風でもね。でも風だね、今風吹いてるもんね、鳴ってるから。風あたりにいる、うん、ほんと。ひな祭りです。正面のガードレールもいる？マジ？正面のガードレール？こっち？3人いる？マジ？え、音鳴ってるんだよね。音鳴ってるんだよね。わかんないね。風も吹いてるからね。風が吹いてるからね。そう、風にね。でも会話に反応するからね。うん。でも一応ここはもう一応スポットらしいんだよね。うん、なんだそれ。うん、ださっきのあの10歳の時にトンってなってからね。なったよね。そう、それがね、うん、会話成立してんだよね。そう、さっきの不思議で。うん。うん、はい、こんばんは。でもね、ザックさんいらっしゃい。左の女の人、こっち？マジ？この辺？右には男の子2人。そう、子供10歳の人でしたよ。声が？おじさんもいる？いっぱいいるのかな？ね。まあ、こっからここに流れ着くらしいんでね、さっきのね。うん、あの、なんていうの？枯れ沢橋が飛び降りた人が大体。なんか音鳴ってるね。ほら、トン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 ガンって鳴ってたでしょ。トントン、塩持ってないよ。ただね、めっちゃね、あのね、いつもの防御じゃね、もうほんとやばいぐらい寒い。明日どうした？なんか話し声が聞こえたようなのがしたけど、なんだ、鳥か。電気も消えちゃうんだよね、ここ。マジ？マジ？なんかね、変な声が、鳥みたいな。
ね、この色。まあ、パッと見はね、普通のダムなんですけどね、ちっちゃいダムなんですけどね、カイロ、でもカイロ超えてるね、この寒さは。明日ちょっと考えないといけないね、これちょっと、まあ、2カ所でこの寒さでもうちょっと耐えきれなくなってきてるもんね。センサーかな、多分ね、ガルさんね。ピヨ言ってたね、もうね。ピヨ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 、この音だもんな。いや、寒いわ、本当に。光ってるの電気じゃない、本当寒いわ。声聞こえる、トントン。春北海道ね、やったらダメだったんだよな。ピューピュー食いたいでしょね。月がこんな感じ。あー、でもそれじゃあ僕さん全然ダメ。もうやったんだけど、そのもん寒くて、それにこれをつけないとダメかもしれない。もしかしたら二重じゃないとちょっと寒くて、それもあるから、あ、ちょっとつけてみようかな。飛んでないんだけどね、ただ寒い、めっちゃ本当にね、あの極寒の寒さってやつ、いや、もうその寒さがもうね、あの関東と違う、こっちはやっぱりもうね、痛い、やっぱりこっちの寒さはまあこんなもんじゃないんだよね。そう、だって靴下22枚履いてんだよ、2枚履いてても寒いんだから。そう、おじさんすごい睨んでる、どこで、マジいるの、本当に、本当マジいる、痛い、顔が痛い、本当痛い。でね、もうね、トイレがすげえ近い、今もさっきからね、さっき飲みすぎちゃったんだな、だもうあれ飲まなきゃよかったな。ほんと寒いよね、ほんとこっち。あのね、足がね、足と手がね、手はね、お前こうライトやっとけばいいんすけど、こうやってね、あったかくなるんですけど、音鳴ってんだよね、その。歯が鳴ってる？気分痛くなってきた。こっちの方が怖いだろうね、車通んねえもんね。ね。もうちょっと向こう行ってみるか、ちょっともう一回。ちょっと寒いんでね、軽めに。寒い。ラフで止まるし、そりゃそうでしょう。こう吸い付かれないようにするためのライトだから。一瞬ね。もうビデオカメラギリギリまで持ってこう。ヒーターグローブの感じ。そう、かじかんでる。まあでも、ぶっちゃけほら、そんなこっちもから行かないからね。明日行けばとりあえずね。どこ？真ん中なら青い。青い炎？どこ？真ん中。このね。そう、感覚がね、失われてくる。どこだ？雪もあるし。山だよ、山。寒い寒い。まあ、この辺がでん、だからな、アイカさんこんばんは、でもね。登山しようじゃないとね、ほんとね、でもね。なかなかね、難しいよね。今のところ大丈夫？やばい？まあ、ここがだからそのね、枯れ沢橋から落ちたね、亡くなった方が、まあ、こう流れてきたご遺体がここに、こう、引っかかるらしいんだけどね。で、それでまあ自殺者の例が出ると言われてる場所なんですけどね。まあ初めて来たんですけど、ここは。まあほんと寒い。多分今マイナス5度ぐらい。そう、明日は上田ね。上田の方がちょっと暖かいのかな。そうなんだろうね。いや、変わんねえと思うんだよな。まあでもここでが寒くねえだろうな。2度ぐらいは多分高いと思う。ああ、なんかびっくりした。俺も分かりか。そう。やばいよね。だトイレ近くなの。そっちじゃないの。後ろ？こっち？こっち？さっきのとこ見たの？
さっきだのかな、そこに咲くね。うん、場所にもよるね。場所ね、どこだろう。場所山といたからな、山高も行ったらね。ちょっと寒いかな。今日よりかはいいかもしれないな。今日の方が寒いと思う。うん。まあ、下はちょっと体ケアするから、ちょっと。この辺、ね、うん、またここだよね。ここでしょ。この辺りでしょ。うん。なってきた？大丈夫なの、お父さん。やっぱりここなんだね。うん、いや、ここね、多分朝までやったら死んじゃうと思うよ、うん、この状態で朝までやったら多分、うん、そんだけ寒い、うんうん、胸が俺今見えない、頭ってね、本当だよね、なんか、うん、見える人にもすごいな、怖すぎるよ、シールさん。じゃあ霊感の人はそうだろうね、多分ね。女の子だけになった、マイナス16度。あ、いいね、それじゃあ、まあね、だってこっちマイナス4とか5だもん。はい、またさん、こんばんは。今日もね、またちょっとで終わっちゃいますけどね、今日寝不足なんでね、もうそろそろ終わりですね。まあ、この後ね、僕は前半として、後半ね、総帥お兄さんが今日一人で朝までオール行くそうなんで、総帥さんどこ行くんだろう、見える方はどこ行くんだろうね、今向かってるらしいんで、ね、ちょっと遠いところなんじゃないかな、多分1時間とかちょっとかかっていくんじゃないかな、距離的に、うん。今ね、音鳴ったんですよ、ガーデンとか、うん、ほんと、アトノさん、アトノさんは霊感あるの、右のおじさん、道路の目、この辺か、なんかこの辺か、ここにいるの、うん、目の前にいる、だって霊感、これ写真、女の子、ね、そこ、あ、ここね、霊感ないと映らないのかな、わかんねえな、うん、たくさんいる、手出してる、寒いんだけどって言っといて、うん、うん、寒いよ、本当に。マイナス5度ぐらいよ。手冷めないでね。睨んでんの？うん。そうね、朝10度とか行くもんね。いや、ほんと寒いわ。声聞こえた？手招きしてんの？見えねえけどな。女の人怒ってる？さっきの子？本当にオールじゃない、俺はオールじゃないよ、うん、うん、あ、仕事を、あちゃさん頑張ってください、もう仕事はもう優先でやってください、ほんとね、うん、うん、奥に行かないでね、さっきのところ、うん、また削ったのさっきのやつ、うん、ふうってホースってね、あ、メロンさんこんばんは、どうもね、います、ブイーン、今日ね、迷ったんでねライトセーバー持ってこうと思ったんだけどやめた、頭痛い、うーん、やばい、ああ、ほんとシャックルが止まんないっすよ、ね、胸がなんか、胸がつかえる、やばいかな、あ、かおりさん、お久しぶりですね。練習終わったんで見に来ました。ああ、いらっしゃいと思う。でも今日はもうすぐ終わってしまうんです。明日またやりますね。今日はね、1日目なんで、今日は長野遠征1日目。うん、ね。ダム、今ダム来てます。軽井沢押しとダム来てますね。ごきげんよう。ライトセーブ。寒い。なんかね、歩かないと寒い。もうほんと足が。こっちがなんかあるかな。違う、見てもらう、ほんと寒いよ、寒いよね、まあ、この時はもう今年ねマイナス7度体感してるからあんま変わんねえと思う、マイナス10も、いや7はもっと寒かったね、痛かったね、ケツさんね、その時の気温似てるもんね、痛さがね、うん、足がね、うん、大丈夫、大丈夫？大丈夫。大丈夫？水分飲みます？うん、ね、はじめましてこんばんは、安室さんね。大丈夫だと思うけど。孫氏様って誰？誰孫氏様って？寒いからだ。うん。うん、はい、マイナス10度、すげえ寒い。うん。あ、こっちは大丈夫なんだ。
削るの取り下かな、持ってますよね、あ姉ちゃんがね、うん、まあ持ってるよね、僕も持ってる、うん、大丈夫大丈夫、うん、損して誰、うん、ね、霊障なのかな、そっちはいないんだ、こっちなんだ、やっぱりやっぱこっちなんだ、うん、ソースなの、そのソース、ね、ソースさんのことが何ソースなの、うん、ほら言ってるよ、ほらほら喜んでるよ、ほらこっちな、橋がさっき渡ってたよ、また、うん、また言ってんね、でもそんな風吹いてないんだけどな、ね、うんうん、やっぱ歌ったからね、寒いね、女の子だったらひな祭りの歌でも、いやそれはいいと思いますそれやってるからソースあれじゃないの、ケツさん痛いんじゃないの、多分そういうことやってるからうんそう、うん、あいえいえ孫子さんなの、あ阿村さんはそうなんだ、俺初めて知った孫子さんってなんか孫子さんだって孫子さん、孫子さんって言われてるの、そうなんだ、そうこんばんはともね、皆さん歩いてますよ、なんかねもうね、こっち反応すごいよねここね、うん、ここだけ反応ね、うん、そうこの後ねいないよ、今日はね孫子さんいないんで、そう今日はね孫子さん仕事が休み少ないからね行けない、遠征に行きたいと思うんだよ本当は、そうそう、こっち行ったらもう2日ぐらいは止まんないとね、ちょっと面白くないよ、もったいないでしょ、言ってる、また鳴った、うん、どうなんだろう、大丈夫だと思うんだけどね、うん、まあ寝、2人とも寝不足だもん、うん、すごい瓦礫、ね、瓦礫になる、危険、大丈夫大丈夫、音すごいんだよね、そう音鳴ってんのガードリーが、うん、もう反応すんのよ、うん、今日なんかすごいのよ、さっき取る、ね、軽井沢橋の時は最後やばかったの、衛星コンボーって ね、うん、危険の看板の下、うん、ここ、ここにいるんだ、危険の看板の下、やっぱりいるんだ、いるんだ、見えねえな、ね、覗いてる、見えないんだね、ちょっと写真撮るかな、うん、あとあるじゃん、うん、また写真撮ってみるかな、じゃな、先生働こうか、うん、お言ってる言ってる、うん、またあいつやって、うん、どうだろうね、うん、人影見える、マジ本当消えた、お顔認証してる、え本当にその危険な場所の今ビデオカメラが捉えたかな、ほらほらしてる、あ本当だ、してるしてたね、してる、そろそろビデオカメラバッテリーバイバイけど、あ本当にほらしてるしてる、してる、あいるんだここに、やっぱいるんだね、いるんだ ね、うん、この下危険の下だね、すげえいるいる、ちょうどこの辺じゃない、うん、なんか映るの変だよ、なんかいそんな、なんかね、なんかこれ、うん、顔認証過ごしてる、ちょっと分けたね、寒くてね、出せないんだよね、出せないとねもうほんとね、手がねやばいよ、もうこれでいい、うん、いや、大丈夫だね、大丈夫だね、うん、旅行したっていうの、うん、でもいないぞ、うん、どれ500ぐらい、600か、うん、俺のやつにかな、それか俺のやつに、はい、待て手袋しないと死にそう、マジ、あ、そうだ、変わんないね、変わんないでしょ、変わんない、うん、こんなと、ほら、ね、こんなもんなの、ね、700ぐらい、うん、ね、800ぐらい、うん、出たり消えたりしてんだ、うん、そうなんだ、出たり消えたりしてる、うん、やばいよ、本当に寒い、
こっちの方が寒いわ。ね、寒いでしょ、こっちの方が。だって。いや、足に来てるもん、ほんと。まだ軽井沢市の方が。すごい足に来てるもん。多分こう水が多いから、多分寒いんだよね、多分。橋の赤いライトの方がやばい。赤いライト？あれ、あそこ？あそこのこと言ってるのかな？え？あれ？あのこと？あれ？あれ？橋の赤いライトの辺。赤いライトって。あれのことなの？そこ、そこなんだ。そこに固まってんだ。そこ？この辺ね。危険の下。ここなんだ。え？やっぱ危険の下なんだ。でもね、顔認証してるよね、やっぱね。顔認証ビデオカメラはね、なんかいるっぽいけどね、俺見えねえ。何してこれね。そう、多分おそらく、ね、いや、515人の方は見てくれてますけど、おそらくですよ。お？お？何音すごいね、風があるな、風でも風があるかなって分かんない、ほら聞こえる音。でもでも音ちょっと静かしてもらっていいですか。音聞こえるかな、ほらほらすごいでしょ、聞こえるでしょ音、聞こえるでしょ音。おーい、はーい、サンキュー、はい、はい、ありがとうね、ありがとう、はい、皆さんこんばんは。どうも、変わる、多分ね、聞こえてるとか見えてる人は多分、おそらく510何人いて、まあね、20人ぐらいだと思うんですけどね20人もいる、多分20人いるかもしれないね、まあ、潜ってる人は多分見えてねえだろうみたいな、僕もね、見えてないんで、ちょっとね、何か嫌だったら、もう寒くてね僕も見えてない、どうしたらもう終わりだ、こんばんはと落としてるの、見て、はーって終わった、 OK です、はい、こんばんはともね、いらっしゃい、梅さん見えてないでしょ、もう無理無理、もう消えた、いや、僕もね、見えてないんでね、あの現場でも、何が怖いってたら、寒いのと、もうね、寒いのと足がね、凍死ですもうね、こんだけ、今日ね、俺だってこんだけ着てるのに寒い、こんだけ着てても寒い、本当に。あ、ココさんこんばんはね、見えてないそう、見えてる人もいるけど見えてない人も、それもいいと思う、逆に面白いと思う、そうそうそう、ね、だから見えてる人は見えてるけど、見えてない人は見えてないで、この寒さを味わってください、僕の寒さを、ほんと寒いのよ、マジ寒いのよ、本当に、今日は、しかもね、3時間しか寝てないからテンションめちゃめちゃハイだからね、しかもトイレとしょんべん我慢してるんですよ今いいえ、わかるこの寒さ、伝わる、わかる、わかるこの寒さ、さっきのから全然寒いからね、もう多分今マイナス5、6度、6度くらい俺ですよ、そう、顔認識してる、なんかビデオカメラはね、今マイナス6度ぐらい下手するとこれですよ、しょげさんいらっしゃいと思う、やばいね、明日もやりますからね、しょげさん、明日も長野遠征ね、明日は長野市、長野市じゃねえ、長野県上田市の死ぬ場所を行きます、皆さんよかったら見てください ね、明日はちょっとね、早めにやるかもしれませんけど、お願いしますね、お父さんこんばんはどうもね、よし、なんか声声出る、うーって何かな、分かんないけどね、もうビデオカメラバッテリーで結構持つんだよね、ここからと、本当にでもそろそろ危ないと思う、本当に、どこで分かるの、これほらもう点滅してるでしょ、もう警告ランプ出てるでしょ、ああ、そうかそうかそうか、バッテリーないですよ、ああ、そうなんだ、いる、今消えた、はい、ね、でもちょうどいい時間じゃないですか、いやね、本当ですよね、今何時ですか、22時56分だから、あ、そう、ちょうどいいですね、11時だから、レザーだね、あ、ダメだ、顔見える、やばい、見えるって、本当見えんの、本当、すごいな、霊感ある人は、これどこ、いる、危険の下、わかんない、赤いランプが顔認証してないね、全くね、ここでしょ、してないね、赤いランプってかオレンジっぽいんだけどね、してないね、全くね、寒いよ、本当にこれですよ、
ほら音鳴ってんの見てこれガードレール。ここ行ったら使わないかな。大丈夫、俺は大丈夫ですけど。こう。アニアセヨーって。アニアセヨー。ほら、ガードレールの音がある。韓国の方来てんの？落としてるでしょ、音。極寒のダムです。ここですか？います？アニハセヨ、近くに行くとやばいの？見えなくなった。近くに行くと見えなくなった。それはどうなんだろうね。アイカさん、こんばんは。もうね、終わりです。今日はね、そろそろね。また明日、お待ちしております。こんな感じ。こんな感じ。サイレントってもうね、もう今日寝ます、うん、寝不足になっちゃった、ね、うん、暗いでしょ。こんな感じです皆さんね、今日二人ですね、うん、寒いでしょってことで、じゃあ皆さんドルさん寝不足なんで、お疲れ様でした、ね、すいません、お疲れ様でした。